なんだけど。足のサイズはこう見えて26.5です。嘘です。23.5です。アーカイブ残しません。取り扱い邪魔って言わないで。顔隠したいからやってんの。あと最近のユーカリンとか書かないでください。あれだよ、ユーカリンも今は詮索されたくないと思うから。男しか勝たん日もあったよね。でも割とね、恋愛体質だからね、男しか勝たん系の時あるよ、よく。作詞活動はしてます。まだ公開されてない仕事もあります。でも告知するかはわからないです。あ、ソワンワンがいる。ソワンワンとはね、会う約束をやっとさっき立てられたので楽しみにしてる。整形あり派ですか？あり派です。自分の顔だからね、好きにしたらいいと思う。ソワンワン大人気じゃん。眉毛はなんか、なんかおじいちゃんみたいな長いのあったの。眉毛はね、もうボロボロですよ。何もしてないし、今そう、最近はなんか黒髪の気分なんだけど、今この部屋の照明で結構あの茶色に見えてんだけどね。あ、その丸がいます。昨日の夢にカノンさん出てきました。ありがとうございます。ギャラいただきたいと思います。あ、なんかチャブチャがさ、ここに入ってる。みーちゃん、ゴーの部屋出ておいて、2回も出たからね、3回目はなかなかないんじゃない。うーん、眠いわけじゃないんだけど、あくび出るね。アルバムでどの曲が一番歌むずい？カッティングエッジ。ライブの年齢層幅広いよ、結構。若い子からおじさんからおばさんとか、何でもいる。老若男女。カナギヒーホーカーにメンバー出るの楽しみにしてます。出てもらえるように頑張ります。なんかさ、ギャラとかも払えないからさ、どうやって。昨日実家帰った？私は実家はないんですよね、埼玉には。そう、家族で上京してきた。プラスお父さんが埼玉残って、お母さんと東京に上京してきたんですけど、お父さんは2年前に亡くなってしまったので、実家もなくなりました。あ、はなちゃんだ。田口はなちゃんという私の、はい、最高の飲み友達です。はなちゃんはバンドだったりソロだったりやってるので、マロのフォロー欄からぜひ音楽聴いてみてください。皆さん、とても
素晴らしい最高な 歌とか曲とか歌詞とか、まあもう最近もまたいつも聞いてます。タタタタン、そうね、オタクの名前覚えてる。なんか歌ってほしい。ちょっと嫌いな女の子のタイプ、わかんない。あんまりこういうタイプ嫌いっていう決まりはない。自分の好きな人にしつこい人、そんぐらいじゃない。みんな自分の彼氏とか好きな人にベタベタする人、それぐらい。あとはみんなのこと好きになりたい。てかライブ中さ、すごい不安になるんだよね。なんか昨日とかもさ、自分のオタクがさ他の人見ててさ、マロが手振ってんのにオタクが気づいてなかったの。なんか泣きそうだった。失恋した時の吹っ切れ方、あ、これはあの待って、死ぬ祭りを結婚したのオタクなんだけど、祭りをって前からいる。おめでとう。失恋した時の吹っ切れ方は、これはあのポイントがあって、失恋したみたいな、めちゃくちゃみんなに言いふらす。自分が失恋したってすっごい言って、なんかね、あの本当に女で彼氏できたって言っておごってくれる女は少ないんだけど、振られたとか失恋したって言っておごってくれる女ってめちゃくちゃいるんだって。だからなんかその失恋キャンペーンをやりましょう。でか、もうとことんかわいそがってもらって吹っ切って次に行くです。これがおすすめね。え、留守もらえてるのか自信ない。え、あ、もらえてるよ。好きなハイブロ、なんか一周回ってヴィトン可愛いなってまた思ってきた。のどかな状況してますね。ゲル、昔のオタクのこと結構まだ覚えてんのね。ゾックに来ても、昔のオタクもゾック来てほしいな。今の方が可愛いから、今の方が押せると思うのに。今日ね、裏垢作ったの、みんなフォローしてください、お願いします。だからみんなさ、オタクが結婚してんだよね。なんか友達が結婚しても焦らないけど、オタクが結婚すると確かに焦る。あ、裏垢はあのマロアンダーバー、マロアンダーバー、ジョードアンダーバーって、はい、ツイッターから飛べます。裏側にはね、リビドでフュージョンなことを書いていきたいと思ってますので。あ、鼻かゆい、鼻かゆい。黒髪好評で嬉しい。なんかグループのバランス的にはもうちょっと明るくした方がいいのだということをね、言われてますけど、私は黒髪が好きなんで黒髪でいます。まあ今鍵かかってんだけど、リクエストしてくれたらやります。シャブ様いるけど、なんかあのベッドサイドのテーブルの中で寝てる。聖子ちゃんの好きなところいっぱいあるけど、なんか聖子ちゃんって大人だからしっかりしなきゃって多分思ってるんですけど、もっと甘えてくれたらいいのになって思います。俺も結婚してないです。はい、あ、うちらのカバーはさっきなんか反射しますかみたいなビニール質問あったんですけど、全然気にならなかったです。気にならない。
え、ちなみにリコがいない公園では濃厚接触の嫌なやつ嫌なやつ全部、あのマロはリコとペアなんだけど、リコがいないとき全部一人でやるので、もしよかったらリコのファンの方も私のうちわ持ってください。私のコーナーだけうちわが少なかったら、あのもう寂しいです。お願いします。あとマロウタも頑張ってください。リコの分も頑張るのでお願いします。どうか。スープリの感想のセリフは聖子ちゃんが作ってくれました。マロちゃんと過去にステージで共演経験あるオタクもマロちゃんと結婚する権利ある。え、共演したっけオタクと。わかんない。でも今のところオタク、オタクじゃないや、今のところなんつうの、結婚はしたくない。ゾックのマロも応援したいけど、どこから見始めればいい。え、シネマジックから見たらいいよ。てか、PVP 買ってくれたらいいよ。うちはで来るときのルールやっちゃダメなこと。常識の範囲内なら何でもいいかも。サイン入りチェキは、もう頑張って。VIP 買ってくれたら必ずサイン入りチェキがついてきます。アイドルのライブ初めてでペンランの振り方わかんないかも。え、ドックはそんな複雑な振り方ないから、大丈夫。茨城で会えます。嬉しい嬉しい。マロも こんばんは。香港からのファンです。ありがとうございます。前の人のうちはどうし見えなくなることない。あのうちは胸の高さ以上に投げていいのは本当に一部分だけなのでないです。それは裏垢わからない。助けて。私のツイッター見てください。名古屋楽しみだよ。マロも僕のライブ楽しい嬉しい。そう、 VIP のサイン入りチェキね、なんかね、一応場所ごとにコメント変えてるので、何回 VIP 買ってもらえてももらっても、あの楽しめるように一応しています。いつまでそんなことしてるなんて、お盛況で何保てるの。え、濃厚接触の時マロレスしたよ。うんうん、すごいね。うなずきながら、ふわ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 、いつまでそんな調子なのよ。あれ、心底軽蔑しちゃうぞ。ちゃんとしてよ、ぽーい。インスタのマロマロ浄土は私じゃないです。確かに、にっちゃんは毎回同じ顔です。披露しちゃう、私受け流すの。埼玉地元って書いてくれてたもんね。そう、書いた。地元とか埼玉とか、埼玉とか、ダ埼玉とか書いた。明日のゴミ出しはあれもんですか。いや、マロはあのいつでも出せるゴミ捨て場です。イエーイ。あのね、エイジズムぶっ壊すのに結構正直リアルに一番あのすごいアンチエイジングでマロが一番おすすめしたいのはソニックフィットっていう施術ですね。ハイフより痛くないんだけど、ハイフより効く。自分以外のパートで歌いたい歌割り、でも本当にないんだよね。でもマロも私がなんとか黄色が欲しいですね。だからこの間聖子ちゃんがマロに言ってたのは、マロは私がおじさんキラーですね。
いしょ。中プリのね、最初いいですよね。もう早く起きてよ。うん、チューして、チュ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 タララパンパン。レスしやすい人ってどんな人かな。え、うちは持ってる人、扇風機っていうか、なんかダイソンがくるくる回ってる。よし、そろそろ11時になっちゃうんでね、もうすぐ終わりにしたいと思います。いっぱい LINE が来てるからちょっと返さなきゃ。またじゃあ YouTube でなんかいろんなお話できたらいいなって思います。おやすみなさい。バイバーイ。